はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もバイオハザードアウィン3をやりながら人生お悩み相談に乗っていこうと思います。で、この先抜けると早速ゾンビが出てくるので、その前に質問読み上げちゃいましょう。今日のまず第一つ目ですね。はい、面白いな、多分女性の方ですね。会社の隣にいる女子がずっと男性社員とイチャイチャしていて、仕事もしないし、責任感もなくてイライラします。顔が可愛いから余計に腹立ちます。どうしたらいいでしょうかっていうことでね、どうやら職場でパパ活をしている人がいるみたいですね。その子が何を持ってその男性社員とイチャイチャしてるかですよね。で、まあ顔が可愛いからっていうことはもう完全にね、多分意図的にそれをもうやっているっていうのはまあ分かりきっていることだと思いますね。生存者はまだいる。早く地下鉄を動かさなきゃ。ということなんで、はい、OK。ということなんで、まあ結論言うと、もう無視していいんじゃないと思う。結局仕事をすることによって、まあ、その評価とかが上がってったりとか、まあ、それからね、なんだろう、まあ自分のスキルが身についたりとかっていう話につながってくると思いますので、まあ、それをやってないっていうことは、短い、ね、スパンで考えれば、で、おっさんに媚び売ってなんかね、ちやほやされることで。なんかちょっといい気持ちになれるかと思うんですけど、それってでも結局若いうちとかにおっさんとかにチヤホヤされるくらいの話なので、カルロス、大通りに出た。変電所はどっち？長い目で見た時になんか自分がその相手にされなくなる年齢になってるんですよね。ロジから迂回すればいいけど、ロジ？何も手元に残ってない自分っていう虚しさに気づくと思うんですよ。だからなんだろうな、実力があってかつ見た目でね、チヤホヤされるっていうんだったらすごくいいと思うんですけど、そうじゃないんだったら、こんなに行かなきゃいけなかった。すごい焦げてるけど、こいつらボロボロやもん。そうじゃないんだったとしたら、すごいなんかバカなことしてるなくらいで思っといていいと思います。もったいないなと思います。そんなイチャイチャしてね、自分のその時間を売るくらいだったらもっとできることあるでしょって思うんですけど、それをやってないっていうことなんで、まあなんか残念な人だなーくらいに思っといたらいいと思います。まあいましたけどね、なんか僕の周りにもそのイチャコライチャコラしてね、全然仕事しない人とかっていうのも いましたけど、まあ仕事をし、まああとはまあ仕事をしないのか、仕事ができないからそうせざるを得ないのか、どっちかわかんないんですけど。まあ、結局はね、その程度の人間だくらいのところなんで、まあいいんじゃないですか、ほっといて。で、あなたはあなたのやるべきことをやってたら、そのイチャイチャすることによって得られる、なんか一時の満足感以上のものを、よく手に入れることができるようになると思いますので、そこはそこでね、いいんじゃないかなと思います。まあ、そのところです。ということで、ここ入るとちょっとゾンビが出てくるんで、出すと。はい、続いては、仕事が終わっていても定時で帰ることができるのに、なんか帰りにくい雰囲気がありますと。どうすれば気にせず帰ることができるでしょうか。帰ろう。もう、ただそれだけです。もう帰ればいいじゃんっていう、ただそれだけですね。気にする必要ないじゃないですか。全然ね。だって、早く帰って何が問題あるのかっていうところですけど、だって自分の仕事が終わってるんで早く帰ることで何か会社に不利益がもたらされるんだったら、まあね、もうちょっとその残業一生懸命頑張ることでなんかいいことがあるんだったら、まあ仕事をしたらいいと思うんですけど、そうじゃないんだったらもうさっさと帰った方がいいっすよ。だって同じ時間じゃあ同じ給料か、あ、ごめんなさい、同じ給料で働くんだったらさっさと帰った方が得なわけなのでね、時間単価で測るわけじゃないんでね、時間で長く働いたら働いた分だけ給料が上がりますっていうような、そのバイトとかだったらね、バイトみたいに時給でできるっていうお話だったとすれば、まあ別にね、長くダラダラ居続けたらいいと思うんですけど、
入りにくい雰囲気があろうがなかろうが、あなたの仕事が終わってるんだったら、月間の固定給で働いている以上はさっさと帰ろうということですね。僕も最近はね、なんだろうな、まあ、直近の場合は別ですけど、会社で仕事が終わる時なんかっていうのは、あれ、今は耐えてください。2階の給湯室付近で出火を確認しました。これから消火を続けてください。エレベーターの使用は危険です。出てないか。ごめんなさい。ゾンビが出てくるはずなのにゾンビが出てこなかったんで無視しましょう。まあいやいや。そんなことはどうでもよくて、そうそう。まあ仕事がね、仮に終わってなかったとしても、今は、まあ電車の中とかでも仕事を普通にできるんで、帰りながらね、仕事をさせてもらうようにしてもらってます。だから、要は、まあ早めに会社を出て、で、仕事ね、するようにしてますね。うん、まあ、そんな感じなんで、ね、別に仕事が、終わってるのであれば、もうさっさと帰るっていうのを心がけてやってみたらいいと思うんですけど、それでね、なんかね、ごちゃ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 言ってくるんだったら、そこは強気に、ああ、じゃあ残業代払ってくれるんすかとかね、言って、まあ、嫌われたらいいと思いますよ。その程度でね、嫌うような、人だったら、もう、嫌うような、ね、職場だったとしたら、もうそれだけなんで、なんか未だにその長く働くことを特に感じているような古臭い会社っていうことなんで、さっさと見切りをつけてね、本当に嫌なんだったら次の会社を探すっていう、まあ、そんな風にしてもらう方がいいんじゃないかなとは思いますよ。はい、起きるかな。じゃあちょっと待ってね、こいつ起きると思うので、あれ起きない、起きないか。じゃあ一旦次の質問読んでいきましょう。はい。彼氏が不眠症なのですか、何かしてあげられることはありますか。なんか前回のそのお悩み相談と比べると、なんかこういう可愛い感じのお悩み相談があるのすごい微笑ましくていいっすね。ゾンビいるかな、いない、いないかね。すごく可愛らしくていい質問ですね。抱き枕になってあげましょう。あなたが、彼氏の癒しになってあげることで、多分、すごい、いい感じになると思いますんで、不眠症で悩んでるっていうことは、多分なんか、ね、一緒に住んでたりするんですかね。まあ、もしくは、ね、なんか同棲っていうか、お互いの家を行き来してるとか、そんな感じなのかな。これは別にいらないかな。だと思いますので、まあせっかくなんで抱き枕になってあげて、癒しになってあげるのが非常にいいんじゃないかなと思いますけどね。ごめんなさい。失礼して。じゃあ真面目な話をすると、まず不眠症になってる原因っていうのがいろいろあるんですけど、一つは火を消さなきゃ、よくあるのでいくと、スマホの見すぎですね。スマホを見すぎてしまうと、夜寝る前にブルーライト浴びることによって目が冴えてしまうとか、脳活性化してしまうっていうのがありますので、まずは寝る直前のスマホ見るのやめましょうと。じゃあ具体的にどのくらいがいいのかって、寝る3時間前くらいにはね、もうスマホ見ないようにする方がいいんじゃないかなと思いますけどね。うん、ところですかね。で、あとは寝る前に体をちょっとだけ温めるっていう方法も良かったりしますから、預けられないかな、まあ、とりあえずこいついらないか、そうもういいかなと思うので、まあホットミルクとか飲むのはすごいね、おすすめされたりしますよね。ただコーヒーはダメです。カフェイン飲んじゃうと一気に眠気が覚め、活性作用で眠気が覚めちゃう。あなた UBC です。ゆっくり、それはしない方がいい。そんな顔で見るな、感染していない。分かった、カフェイン、もうやめろ、待って、誰だ。緑茶とかもダメですね。緑茶も飲まない方がいい。なんてことするの。コーヒーほどカフェインはない。感染してた、してなかったかもしれないでしょ。あとはスターズのやつは甘すぎる、壊滅寸前になるわけだ。あなたたち UBCS は仲間を平気で殺すの。僕これ時々やってて、生かしてもゾンビになってた。お前は生き残る気がないの。
仰向け、まあ、寝る姿勢は何でもいいんですけど、弱いやつはいらない。仰向けがいいから、仰向けで大の字になって寝てみてください。まあ、彼氏横で寝てるって、彼女として横で寝てるってなるんだったら、ちょっと邪魔になっちゃうんで、まあ、そこまで大の字になる必要はないんですけど、まあ、ある程度のね、ちょっと仰向けでリラックスした格好で寝ていただいて、でその上でどうするかっていうと、体の、例えば順番でいくと、右足、左足、そして右腕、左腕っていうような感じで、徐々に徐々に、まず右足に思いっきり力グーって入れる。で、フッと抜く。で、左足にグーッと力入れる。で、フッと抜く。で、右腕にグーッと力入れる。で、フッと抜く。で、最後左腕思いっきり力グーッと込めて、フッと抜く。とか、あるいは全身に力を入れる。で、全身の力を抜くみたいな感じで、とにかく力を入れて抜く、力を入れて抜くっていうのを繰り返してみるというやり方ですね。そうすると、人間って緊張すると力抜きましょうみたいなことよく言われると思うんですけど、それをしてあげることで自然と力っていうか体がリラックスモードになれるんですよね。そうすることによって体が楽になって、で、なんかリラックスしてるなっていうふうに思い込むことができるんで、まあ、それによって、安眠に入りやすくなるというような感じですね。うん、まあそんな風にしてみられるのはいかがかなと思います。筋弛緩法っていうことですね。はい。そしたら、ちょっと待ってね。アイテムを組み合わせることができたら、組みます。これは預けましょう。はい。じゃあ、以上かな。はい。じゃあ、それでいいとして、まあ、セーブポイント来たったな。どうしようかな。いや、これ、変電場のキーをオープンしたら次行きましょうか。じゃあ、次の質問を読んでいきましょう。まあ、筋弛緩法、おすすめですよ。ひどい匂い。これって。仲のいい後輩、異性を飲みに誘っても、いつもスケジュールが埋まってて、全然構ってくれません。どうしたらいいですかっていうことなんですけど、異性っていうのが気になりますね。まあ、男なのか女なのかちょっとわからないんですけど、なんでしょう、まあ、仮に男性の方だったとしたら、その女性の方を異性として見てるっていう、そんな感覚でいいですかね。はい。ってことは、まず、あなたが、その異性としての魅力を感じてもらえてないから後回しにされているっていうことなので、その人にとって気になる異性になることを目指しましょうっていうところからスタートになるかなとは思いますね。うん。どうでしょうな。なんてこと。もしその男性としてとか女性としてめちゃめちゃ魅力があるのであれば、何が何でもあなたと飲みたいってなって、予定を繰り上げてでもあなたと一緒に飲みに行くっていう風になると思うんですよね。でもそうなってないっていうことは、あなたよりも仕事のことが優先とかプライベートのことが優先だっていうことを言っているようなもんなんで、そこの優先順位を上げるためには、あなたという人間もしくは異性がもっと魅力的になる必要があるんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん、で、あと、それで、もしもその男を磨き上げました、女磨き上げました、でも来てくれませんっていうことになれば、残念ながら、もう別の後輩誘いましょうっていうところですね。はい。後輩が複数にいるんだとしたら、まあ、なぜあなたがその後輩を誘いたいかっていうところによるんですけど、まあ、仲が良くて他の後輩がそうでもないからなのかもしれないですけど、もしそうだとしたら、そうだとしても他の後輩が、あなたが呼んだらすぐに来てくれますよっていうような仲の良さに持っていくっていうことの方が大事なんじゃないかなっていうふうに思うんで、まあそんな風にね、知ってもらえたらいいんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。だから別の後輩と仲良くなりましょうっていうのがもう一つの結論になってくるかなとは思います。さあやるわよ。あーやばい、またやられちゃった。久々にこれ、
虫苦手な方はここから先は今からラジオ感覚で聞いてもらえたらいいかなと思います。走らなくなった、走れないかな。はい、まあいいや。じゃあちょっと気持ち悪いのでさっさとこれ解除しちゃうと思います。はい、ちょっと待ってね。これまあなんか自分に来たところ、自分に来た質問全部読み上げてるんですけど、これ別に、はい、読みましょう。2人で日本のボトルを開けました。飲みすぎですか？飲みすぎです。ボトルが、まあ、なんだろう、ワインのボトルのことでいいのかな。2人で2本ってことは、1人当たりその 750ml を開けてるってことですよね。まあ、普通に飲みすぎじゃないですか。1人でワインのボトル1本開けるって、ね、男性にしろ女性にしろね、だいたい1日に摂取した方がいい、その、飲み物の量って、まあ、だいたいワイン1杯とか、グラスワイン1杯とかそんな程度だと思うんで、それを超えてるってことは明らかにやばい量飲んでると思いますんで、まあシンプルに飲みすぎですよね。うん、まあ、ワインとかはそのポリフェノールが入ってるんで、ある程度その体にもいい飲み物だっていうふうには言われてるっぽいんですけど、まあただアルコールを1滴でも飲むと、そうじゃない人と比べるとやっぱり長生きできるかとか健康になれるかっていう面で考えると、まあ、残念ながら飲んじゃうと、ちょっとでも飲んじゃうとやばいっていうふうには言われてるので、はい。まあ、とはいえね、ちょっとは飲んで、たしなみたいっていう人もいると思いますから、まあ、それはそれでね、まあ、体に害を及ばさない程度に、まあ、飲む分には、たしなんで楽しんでもらえたらいいかなというふうには思いますね。僕なんかはもう本当に酒一滴も飲めないような虚弱体質、アセダルデヒドっていうね、アルコールの分解酵素っていうのが残念ながらない人間になるので、まあお酒本当にビールグラス一杯でも飲むと、もうものすごいね、顔とか全身が真っ赤になっちゃうので、主電源を入れるだけ。まあ、それでもね、ビールとかすごい好きで飲みたいなって思うんですけど、今年今、これを収録してるのが12月ですけど、まだ今年2回しかアルコール飲んでないからね。だからこの間その11月の終わりに2回目のアルコール飲んだんですけど、グラスの本当に小さいコップ1杯飲んだだけで顔が真っ赤になっちゃいましたね。はい、まあグラスじゃないボトル2本はちょっと飲みすぎなんじゃないかなっていう気はしますけどね。まあほどほどに楽しんでください。それはね、飲めないから飲める人はすごい羨ましいです。個人的感想です。ということでね、2回目の実況、アーチに実況じゃない、質問回答に関しては、こちらに収録とさせていただきたいと思います。今からね、カルロスの元に戻っていく場合になりますから、そちらもお楽しみください。ということで、また次回お会いいたしましょう。バイバイ。